立石寿貫と申します。美術家、音楽家、あるいはアートの思考を使った新規事業開発をしています。こう作家業とコンサルティング業っていうものがあった時に、こうデバイスの切り替えは脳みその切り替えになっていて、クリエイティブ系とオフィスワークと2台のデバイス使っていて、打ち合わせ中にちょっとこうクリエイティブのことをやってすぐ見せたいという時にマイクロソフト365を使って、どちらの OS でも起動させておいて、でクリエイティブでこう作ったものをすぐ資料反映させて Windows の方で反映されたものを見せるみたいな使い方ができるので大変重宝しました。オフィスワークに求めていたものが叶えられた、そんな感覚です。